鶴ヶ市関から三浜町佐田川を望む撮影福井、県道225号鶴ヶ三浜線は、福井県鶴ヶ市と、同県三方郡三浜町とを結ぶ、一般県道である。別名、旧27号。現在の国道27号金山バイパスが、開通する以前は、県道225号が、国道27号として指定されていた。 そのため現在でもよく混雑の起こる国道を避け、この道から三浜町へ抜ける車も多く見られる。もともと国道であったため、コンビニエンスストアやファミリーレストラン、ショッピングセンターも立ち並んでおり、片側一車線ではあるが現在でも十分に県内の都市間の交通を担えるだけの能力がある。鶴ヶ市と三浜町の国境にある石峠も特に特筆すべきような難所もないが、 現27号の高速道路のような作りから比較すると所要時間などの面において重要度は下がってしまう。ただし海水浴シーズンは国道27号もこの県道225号も非常に渋滞するため若狭地方から一向に出られないという状況に陥ることがある。2014年7月に舞鶴若狭自動車道が全通し2015年4月に サタスケガキの国道27号急道における国道指定が解除され本路線や編入となった。ありがとうございます。